スティーブン・ベントン・エルキンズ、スティーブン・ベントン・エルキンズ、スティーブン・ベントン・エルキンズ、1841年9月26日から1911年1月4日は、アメリカ合衆国の実業家、政治家、共和党に所属し、1891年から1893年まで、第38代アメリカ合衆国陸軍長官を務めた。 1841年9月26日、エルキンズは、オハイオ州、ペリー郡ニューレキシントン近郊の農園で誕生した。1840年代中頃、エルキンズは、両親と共に、ミズーリ州、ウェストポート、現在のカンザスシティの位置に移り住み、ミズーリ川沿岸に農園を開拓した。エルキンズは、地元の公立学校で、初等教育を受け、 1850年代に及び、歴ントンのメイソニック大学で学んだ。1860年、エルキンズは、コロンビアのミズーリ大学法学部を卒業した。エルキンズは1861年に、カス軍の軍律学校教師となった。教え子の中には、後のジェームス・イ・コール・ヤンガー号盗団のメンバー、コール・ヤンガーが含まれていた。南北戦争が開戦すると、 エルキンズは北軍を支持した。エルキンズの父や兄弟は南軍に参加し、スターリング・プライスの下に着いた。1862年、エルキンズはウィリアム・クアントリル率いるゲリラ部隊にスパイとして拘束された。だがそのゲリラ部隊には、かつての教え子コール・ヤンガーが所属していた。エルキンズはヤンガーの口添えによって解放された。この出来事は後に、 多数の北軍兵士の命が若いゲリラ兵、コールヤンガーによって救われたという話に信憑性を与えた。エルキンズはこの時の出来事を次のように回想している。エルキンズは北軍に参加し、ミズーリ第77歩兵隊の隊員として任命を受けた。エルキンズはカージーコーッツの下につき、ローンジャックの戦いを経験した。 エルキンズにとってこの戦いが唯一の実戦であった。後にエルキンズはこの戦いについて嫌悪が刺したと改装した。ローンジャックの戦い後、間もなくエルキンズは軍を離れた。エルキンズはミズーリ州で法律を学び、1864年に弁護士として認可を受けた。エルキンズはニューメキシコ順州のメシラに移住し、弁護士業を開業した。 エルキンズはまた、スペイン語の学習をし、1868年に、ミズーリ大学から修士号を授与された。エルキンズは1864年から1865年に、かけて、ニューメキシコ準州会議員、1866年から1867年に、かけて、ニューメキシコ準州地方検察官、1867年に、 ニューメキシコ巡州検事総長、1867年から1870年にかけてニューメキシコ地区担当の連邦地方検察官を務めた。1872年、エルキンズは共和党の指名を受けてニューメキシコ巡州選出の連邦会議員となった。エルキンズは1874年にも再選され、 最終的に1873年3月4日から1877年3月3日まで2期4年、勤め。1876年、エルキンズは弁護士業を再開した。またエルキンズはサンタフェ国宝銀行を創設し、初代総裁となった。エルキンズは不動産、鉄道、最高、金融など幅広く事業を展開した。1884年、 エルキンズは大統領候補ジェームズ・ジー・ブレインの補佐役を務めた。1890年、エルキンズはウェストバージニア州エルキンズに移住した。この町は炭鉱と鉄道の事業のためにエルキンズが創設した町であった。1892年、エルキンズは義理の父、ヘンリー・デイビスと提携し、デイビス・コールコーク社を立ち上げた。この会社は間もなく、 世界最大規模の石炭会社となった。またエルキンズはコロラド州の鉱山に投資を行った。1902年、エルキンズはモーガンタウンイコールキングウッド鉄道を買収した。エルキンズはヘンリー・デイビスと共同でコールコーク道を買収することに関心を示した。エルキンズはベンジャミン・ハリソン大統領の下で 1891年12月17日から1893年3月5日まで陸軍長官を務めた。エルキンズは中将の地位を復活させる提言を行った。またエルキンズは歌手官の仕事の質を向上させるため賃金の引上げを行った。さらにエルキンズは軍事情報部の情報機能を強化した。 陸軍長官を退任後の1895年、エルキンズはバージニア州代表として連邦上院議員に選出された。エルキンズは1901年と1907年にも再選し、最終的に1895年3月4日から死去する1911年1月4日まで3期16年、務めた。エルキンズは第56議会と第59議会で、 市質調査委員会委員長、第57議会から第61議会まで、仲裁通商委員会委員長を務めた。1911年1月4日、エルキンズはワシントン DC において死去した。エルキンズの遺体は、ウェストバージニア州、エルキンズのメイプルウッド墓地に埋葬された。父親は、フィリップ・ダンカン・エルキンズ、母親は、サラ・ピケット・ウィザーズであった。 1866年6月10日、エルキンズはサラシムズ・ジェイコブと結婚した。二人の間には以下の子供が生まれた。1875年4月14日、エルキンズは政治家ヘンリー・デイビスの娘、ハリー・デイビスと結婚した。二人の間には以下の子供が生まれた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。